テオドロス2世位、パレオロゴスは、東ローマ帝国地方統治者、モレアス先生校、定位継承候補、トラキア沿岸地方統治者。マヌエル2世位、パレオロゴスミカドと交合へ、レネドラガシュの辞書。中世ギリシア語表記では、セオドロス2世位、パレオロゴス。1403年に、コンスタンティノポリスを訪問したカスティア王国の、施設ルイ・ゴンサレスでクラビホア、 マヌエル2世に越見しているが、その際、同席した皇后が皇太子をハネスと年少の弟2人を伴っていたことを記している。その一人がテオドロス2世であった。1407年、同盟の王子テオドロス1世、パレオロゴスの死去に伴い幼少ながら、モレアス先生皇に就任する。しかし、無論実際上の統治は不可能であったので、四百十五年には、 父マヌエルが1416年から1417年にかけては兄ヨハネス8世、パレオロゴスがそれぞれペロポネソス半島を訪問して統治を手助けしている。またマヌエル2世は息子の助言役として巧妙な学者ゲオールギオス・ゲミストス・プレトンを指名し、プレトンはこれに応えてモレアス先生考領再建のための憲白書を提出した。 これはあまり実行に移されなかったものの、デオドロスは彼の尽力に好意を持ちいくつかの特権贈与で、これに報いた。1417年にはまだ幼いマテ帝、トーマースがペロポネソス半島に来訪し、デオドロスはこれを将来の共同統治者として扶養した。1418年以降、自ら政務を取り、1421年1月19日には、 ローマ教皇の親族であったクレオパーマラテスタと結婚する。これは父マヌエル2世がローマ側に示した東西教会関係改善の一案であった。同じ頃、テオドロスはエピロス先生校でペロポネソス半島の一部を領有するカルロ一世特ことの戦争を有利に推し進めている。テオドロスは高い知性の持ち主であったが、精神的に不安定な面があり、 定位を狙う野心を見せる一方で、修道士としての正室な生活を希求してもいた。1427年、彼はアニミカド・ヨハネス八世に突然の引退と修道仕入りを申し出る。これに驚いた、ヨハネス帝は急遽塔とコンスタンティノスを伴い、ペロポネソス半島に赴くが、彼らが半島に到着した時テオドロスは再び統治への意欲を回復しており、 兄弟間の関係は緊張をはらむものとなった。翌1428年、ヨハネス帝の説得によりテオドロスは、コンスタンティノス、及び先に半島に来ていたトーマースと共に統治権を分担することに同意する。しかし、パトラやアカヤ公国の併合という輝かしい功績を挙げたコンスタンティノス、トーマースとテオドロスとの関係は、次第に悪化し、特にコンスタンティノスとは、 後継ぎのないヨハネス帝の後継者の地位をめぐって、公然たる対立に至った。両者は1436年には武力による睨み合いまで発展し、ヨハネス帝の仲裁で、ようやく停戦にこぎつけるありさまであった。1443年に最終的な決定が下され、テオドロス二世は、モレアス先生考量におけるべての権限を、コンスタンディノスに移常し、自らは、 定位継承候補として、首都コンスタンティノポリスに近いマルマラ海沿岸のドラキア領土の統治職に就いた。しかし、テオドロスは定位への欲求を実現させることなく、死去する。1448年6月27日、彼はセリュンブリアにテッペストに離病し、おじ同様に修道してオドレトスと改名して死去した。兄、ヨハネスの死はそのわずか4ヶ月後である。 テオドロスと妻、クレオパ・マラテスタとの間にはカズメが生まれた。クラビホの旅行記、遥かなるサマルカンド・リュシアン・ケ連編、杉山正樹役中、原書房に詳しい。ありがとうございます。